こんにちは、ナビゲーターの佐藤です。辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。つまらないトークには特徴があるって聞いたんですけど、うん、そうだね、はい、うん、つまらないトークには、特徴が3つありますね、はい、3つあるな、はい、まあ、これは僕個人的に思っていることなんだけど、はい、まあ、僕は、関西、はい、まあ、滋賀県で一応関西だからね、はい、関西じゃないだろうって思われる、はい、人も多いんだけど、一応関西だし、はい、吉本のお笑いは大好きでよく見てたし、まあ、父親がね、一応商売人で花屋の商売人だったから、まあ、トークもまあうまかったからね、はい、まあ、よく人からよく面白いってよく言われているのよ、はい、言われていたじゃなくて言われているのよ、はいはい、小学校の時から言われてた、はい、うん、で、ぶっちゃけると自分もでもそう思う、はい、うん、俺よりおもろいやつはそうおらへんなみたいな、はい、で、面白いっていろいろあるんだけど、はい、面白い行動だとか、はい、派手なリアクションで面白いっていうわけじゃないのよ、はい、リアクション芸人とかじゃないから、はい、トークが面白い、はい、オチをつけるから、はい、で、僕は10代20代の頃っていうのはもうダウンタウンとかもう島田紳助が大好きなね、はい、もう番組をもうよく見てたし、そのトークをそのパクってもうよく使っていたのよね、はい、で、あの時のトークやったら俺はこう言うなとか言って、はい、こう色々こう実験したりとか色々言ってたりしたのよ、はい、うん、だから、僕を呼ぶとナンパとか、合コンとかで、はい、僕を呼ぶと、大受けしますよ、はい、間違いなしみたいな、うん、感じだったんだよね、うん、で特に良かったのは、当時10代20代の頃って島田紳助がそんなグワーッと関西でもガーッと来てるんだけど、うん、その全国名古屋の方でガーッと行ってるわけじゃなかったから、うん、もうよくね島田紳助のトークはもう本当よく使わせてもらった、うん、でダウンタウンは結構ダウンタウン好きが多いから、うん、ね、ネタ元がバレるのが怖くてあんまり言わなかった、ね、僕も島田紳助なのよ、僕のネタ元はもう大好きだから、うん、でそういうのを真似してたりとかしてたからトークの面白さっていうのは身についたんじゃないかなと、はい、で、クロージングの時もそうなんだけど、はい、こう笑いでも落ちる瞬間落とす間みたいなのが分かるのよ、はいはい、ここだっていう時にその言葉の引き出しをねポンとこれを出したらウケるっていうのが分かるからポンポンってやるとウケるのよ、多分、うん、言葉のセンスが上手い人は僕の言ってることが多分分かってくれるんじゃないかなと思う、この間の時にこの言葉を投げかけたらみんなが笑うっていうのはよくあるのよ、うん、でも全く面白くない人もいてるわけじゃない、トークが全く面白くない人、はい、なぜ同じ話をしているのに、面白い面白くないと分かれてしまうのか、はい、うん、これは言葉の引き出しが少ないからか、トークの順番が悪いからか、はい、それとも話すテンポリズムが悪いからなのか、なんだろう、正直あると思うんだけど、はい、もっと大事なことがありますよと、はい、もっと根本的なことね、僕が考える、面白くない人の特徴、話の特徴は、はい、3つあって、はい、1つ目が、はい、オチがない、はい、うん、オチがない、え、で、で何みたいな僕が、名古屋に行った時に、もうそれはよく聞いた、はい、で男性はあんまりそういうオチがないって話をあんまりする人は少なかったんだけど、はい、女性に多い、はい、うん、オチがあるんかなと思ってこうやってうん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 って聞いてたらえ、終わりみたいな、え、でってそれでどうだったのって言ったら、え、これで終わりよ、もう何もないわよとか言われて、はい、っつってオチがないんかいとか言って言ってたりしてたね、うん、で2つ目が、はい、自慢になってるっていう、はい、これ自慢になってる場合がある、はい、特に、見栄っ張りの人は自慢になるから、はい、トークが最悪につまんないんだよね、だって自慢だから、はい、うん、自慢っていうのは人が聞いてて最もつまらない話だから、はい、人の自慢なんて聞いたくないんだよね、多分旦那さんの自慢って奥さんも聞きたくないと思うんだよ身内ですら聞きたくないと思うのに、はい、赤の他人が聞きたいなんて絶対思わないからね、はい、うん、ただの自慢になってる、例えば見てこれすごい高い時計買ったねよいいでしょって言われて、はい、うん、
で終わるじゃない、はい、うん、ただ自慢になってるってやつね、うん、で実際にそういうことを言われるとシーンって、うん、なんて返していいか分かんないから、はい、うーんっていう風になるんだよね、うん、オチがないと、はい、で3つ目はあの結局何が言いたいのか分からないっていう多分ね、結局何が言いたいか分からないっていうのはあの結論を先に持ってきてないからとかいうのもあるのよ、テクニックとして、はい、うん、経過をずっと持ってきて結果を最後に持って日本語ってそうだからね、結果を最後に持ってくるんだけど、起承転結の結を最後に持ってくるんだけど、はい、あの実はトークではそれ結果を最後にするんじゃなくそれをオチにした方がいいんだよね、結果は最初の方に持ってった方がいいんだよね、はい、さっき言ったらこう3つあるとか言っていう、はい、こういうトークを言っていった方が相手は聞き取りやすいから、あのすごい簡単に言ってるよ今、はい、トークを改善しようという話じゃないから、はい、あの簡単に言ってるんだよね。で、一番多いのは何かっていうと、はい、まあ、オチがないっていうのもあるんだけど、一番つまんない話、つまんないあの人の話っていうのは何かっていうと自慢なんだよ、はい、もう絶対自慢になってるわそんなの、うん、単なる自慢になってるから、はい、あのそういうのはやめた方がいいと思う。あ、自慢になってるなと思ったら絶対受けないから、はい、うん、だからそういうのは気をつけた方がいいし、あとね、ちなみに何が言いたいのか分かんない人っていうのは理系の人が多い、うん、結論も早く言えみたいな、はい、なんかごちゃ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 言われて、はい、結局何が言いたいのか分かんないみたいな感じになってるから、はい、人は感情で左右される生き物だから、はい、感情のない話、スペックだとか説明とか、はい、そういうのには何の面白みもないんだよね、うん、例えばパソコンを買いました、はい、なんか新しいノートパソコン買ったって言って、で、あ、どう新しいノートパソコンって、はい、どんな感じってアバウトに聞くとするじゃない、はい、そしたらさ、あ、ね、このノートパソコンの画面のモニターはね、はい、丸々ピクセルと丸々ピクセルでね、どうのこうのでね、スペックはこうのこうのどうのこうのでねとか言って言われても何にも面白くないやんか、はい、何にも面白くないわみたいな、うん、それよりかはあの今までねって見てたエロ動画がねってくる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 待ってなかなか再生されなかったのはこれ見たらね一瞬で再生されるのめちゃくちゃいいねとか言って言われた方がいいねってなるじゃない、そっちの方が面白いじゃない、感情で左右されるわけだから。スペックなんかで言われてもつまんないんだよ、それセールストークも一緒なんだけど、うん、だから何が言いたいのか分かんない、あ、スペックとかそういう説明っていうのはつまんないですよ、はい、あと自慢話もつまらないですよ、はい、でもオチがないっていうのもつまんない、はい、でもそれを全部ひっくるめて まとまってくれるいい終わり方があるのよ、はい、何かっていうとオチをつけたら、はい、万事 OK なのよオチをつけたら OK っていう話があるのよ、はい、実際どうだった、一番最初僕は俺は面白いんだみたいな自慢話をちょっと言ってたと思うのよ、はい、うざくなかった嘘つけお前がかみたいな感じになったと思うのよ、はい、うん、自慢ってそういう風な感じで多分この動画を最後まで見ててくれてる人は、あ、最初のあれってわざと言ってたのかって分かると思うんだけど、はい、多分最初の方でなんだこいつうぜーとかで切られちゃうと、はい、ちょっとリスクを犯してみたんだけど、はい、うぜーっつって切られちゃう可能性もあるんだけど、はい、そうやって自慢って鬱陶しいんだよね、だからそういうのはなるべく言わないようにするっていう、だけど見えっ張りの人って自慢したいんだよすごく、はい、止まらないから、はい、だからそれって人から実は嫌われているトークなんですよっていうのを自覚した方がいいですよ、僕もなるべくその自慢にならないようにするためにはどうしたらいいかっていうとオチをつけるっていうのが一番いいから、オチがないトークっていうのももちろんつまんないし、スペックだけを語られてもつまんないから、それはオチをつけましょうと。で自慢に関しても一見嫌そうに見えるんだけど最後にオチをつけたら、はい、グーや面白い人やっていう風に思われるから、はい、まあ、最後オチをつけて話をしましょう。今回この話でオチがついたかどうか分かりませんけど以上です。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。